とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、ここのクエスト、行きたいと思います。壊れたシタデルのデイリー3だね。ここのボスをデイリー3で倒してみようと思います。変更点がちょっと厳しい。ダメージが 50% 増加と、速度が 50% 増加。で、プレイヤーが凍結を持ってるってやつだね。まあ、速度と凍結で、まあ、なしになる感じで。まあ、ダメージ 50% アップ。相当きついと思う。でもまあ、行ってみましょうか。それでは行きましょうか。ちょっと待って、これ、え？あ、ここってエリトラ最初から持ってんだ。そういうとこだったっけ？あ、そうか。なんかいきなりエリトラ装備してたからびっくりした。あ、そうか、そうか。最初から持ってるんだ。まあ、ここがね、確か、キャプテンがあんまりいなかった気がするんだよね。いきなりあの毒爆弾でやられた。マジか、最悪だ。一発目からそれは厳しいって。だから略奪者とかがね、いてなんかいそうな気配はあるんだけど、いないよね。あった一個あった。あ、で、ナイトモードかよ。なんでだよ。なんでそれが来るの。まあまあ、いいや、もうクリアする気ないよ。あった一個だけあった。まだこれあるかもしんないね。この先に。ちょっと期待しとこう。え、いるぞいるぞ。2体目いた。マジか。いいね。え、このまま、あと何体かいないかい？あ、いるかもしんないぞ、これ。マジか、またいたいたいた。3つだ。いいね。脅威2。で、ナイトモード。これはちょっと報酬が、かなり期待ができると思う。いいぞ、いいぞ、いいぞ。クリアできればいいけどね。問題はそこ。いけるかな？一回は多分死んでいいと思うんだ。あとは、強制戦闘があって、ボス。矢が少ないね。矢が160本。まあ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 。いけるかな？これぐらいあれば、まあ、なんとか、足りるぐらいでしょう。ちょっとあの、ズルなしで、行ってみよう。まあ、そんなこと言ってる場合じゃないのかもしれないけども、バリアと、これで行ってみましょう。うん。こういったとにかく、攻撃がね、多くてちょっと、めんどくさいんだけど、このバリアがあれば、意外といけるんだろうな。あ、ちょっと待って、矢が足りないか。ちょっと矢が、厳しいかもしんない。よし、OK。矢が厳しいか。はい、突進。まず突進してこない。残り100個。これ矢が厳しいぞ。あー、嘘。マジか。これやべ。ちょっと待って、やります。もう やらせてください。もうキャプテンが出てんだから。嘘、逃げられた。最悪だ。あ、まあいいや、もうこのままこれ装備しとこう。もう完全にやられたな。ナイトモードのこと忘れてた。はい、またボスまで来ました。なかなかきついね。よし、 OK、 OK、 いいよ。次倒そう、普通に。うん、
よし、どうしようか。バリア使う？バリアなしでいく？バリアなしでいこうか。よし、まだか。よし、いや久しぶりに戦うとね、やっぱ強いわこいつは。で出てこい。おお、全然弾撃ってこないね今回。撃ってくるときもそればっかりになるからね。あー、やばい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 、死ぬ死ぬ死ぬ、なんでこの爆弾のときはやっぱねバリアが欲しい。でもまああと少し。いやー、さっきの時倒したかったな。さっきの時に倒したかったな。やばいやばいやばい、爆発巻き込まれる。あー、危ねえ。キャプテン3の時に倒したかったんだ。多分なんかいいのが出てきたはずなんだよね。悔しいな。ええ、こんなのだったっけ。いきなり HP 回復したっけ。ちょっと待て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 、これ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 、これが難しい、これが難しいんだ。あぶね。よし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 、耐え切った。よし、もうあと少しでフィニッシュです。おいおい、なかなか死なねえな。おお、これ、あ、この後ろがいいの。ああダメだった、違った違った。そうかそうか、あの後ろ爆発する感じなんだ。そうだった、失敗したな。 OK、 もうやらせてください。もううー、もうここで40分ぐらいやってるんで、もう行かせてください。よっしゃあー、もう絶対もう死にたくなかったんだ。さあ、それでは報酬を見ていきましょう。あれだけ苦労したからね、追加報酬をくださいよ。不安定の254。おし、来た。なんだ、ウィザー256。よし、まあまあ、エンチャ次第だけどね。おお、フルメタルが2つで出てるよ。まあ、2つとも使えないね。見てみましょう。途中出てきた不安定どうだ。あ、よろしくないね。強固も、ダメだな。不安定、クールダウン2だ。いやー、いやでも他がね、クールダウン2だとしてもダメだこれ。よろしくない。まあ、珍しいエンチャント構成ではあるよ。珍しい。ウィザー頼む。ない。ない。こっちのクールダウンを一つこっちにください。まあ、来たとしても、使わなかったかな。はい、まあ、報酬はいまいちでしたけども、久しぶりにボス倒して、面白かったです。なかなか良かった。もう途中でね、痺れを切らして、ズルしちゃったんだけども。まあちょっと目をつぶってください。ということで、またやっていきます。チェックよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。